ダイアナ・トーラジは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州地の出身の女子、プロバスケットボール選手である。ポジションはガード。183センチメートル。ワンは、フェニックス・マーキュリー所属。日本語の表記揺れで、ダイアナ・ターラジと記されることもある。父は、イタリア生まれのアルゼンチン育ち。HE has been, a professional s o c c e r player in Italy。母は、 アルゼンチン人でダイアナが生まれる前にアメリカに移住した。姉がいる。ホワイトハウスを訪れたトーラジとジョージ・ W ・ブッシュ大統領地元の高校からコネチカット大学に進学。ジノ・アウリーマヘッドコーチの下で NCWA3 連覇に貢献し、大学女子バスケ最優秀選手に贈られるベードトロフィーやナンシー・リーバーマン賞2年連続受賞。 ネイスミスカレッジプレイヤーオブザイヤー2年連続受賞など各賞を総なめにする2004年フェニックスマーキュリーからドラフト全体1位指名を受け入団1年目から活躍を見せルーキーオブザイヤーと共にオールワンバファーストチームを受賞2005年からは3年連続でワンバオールスターゲームに出場2007年にはマーキュリー初優勝の原動力となり2度目の ファーストチームを受賞。2011年に発表されたワンバ15周年記念トップ15にも選出。マーキュリーには2014年まで所属するも、2015年はワンバオフに所属するんくエカテリンブルクの移行により、ワンバから退くことになった。2016年はマーキュリーに復帰した。2004年にはアテネゴリンに米国代表として出場資金メダルを獲得。 2006年世界選手権でも銅メダルを獲得した。2008年北京五輪も金メダルを獲得。2010年世界選手権でも金メダルを獲得し、大会ベスト5にも選出された。2005年からはワンバのオフシーズンにはロシアリーグでプレーしている。2010年から2012年まではトルコリーグでプレーしていたが、2012年よりロシアに 復帰し2017年までンク・エカテリンブルクに在籍した。2017年5月13日、かつてのチームメイトのペニー・テイラーと結婚した。2018年3月1日、テイラーは男の子を出産した。ありがとうございます。